グランパス。グランパスは、アメリカ海軍の潜水艦。タンバー級潜水艦の一隻。艦名は、ハクジラの一種社地の古名、または、ハナゴンドウの学名にちなんで命名された。アメリカ公文書は、ハナゴンドウを由来とみなしている。その名を持つ艦としては6隻目。グランパスは、コネチカット州グロトンのエレクトリックボート社で寄港した。 1940年12月23日に、クラーク・エイチ・ウッドワード夫人によって、命名、浸水し、1941年5月23日に、艦長エドワード・エソ・ハッチンソン・少佐、アナポリス1926年組の指揮下、ニューロンドンで収益する。での成長後、グランパスは、グレイバックと共に9月8日に、カリブ海に向けて、出航。 紹介を行い9月28日にニューロンドンに帰還した。ポーツマス海軍造船所で成長後のオーバーホールが行われている間に日本軍による真珠湾港が行われ、グランパスは12月22日に太平洋に向けて出港、パナマ運河とメアアイランドを経由して1942年2月1日に真珠湾に到着する。2月8日、グランパスは最初の紹介で マーシャル諸島方面に向かった。2月17日にウォッチ艦礁を、2月18日にクエゼリン艦礁をそれぞれ偵察。クエゼリン艦礁に不設艦乗板や大型商船、大型潜水艦が在泊していることを確認した。2月27日深夜にはの地点で、ウォレアイ艦礁からクエゼリン艦礁に向かっていた海軍徴用船立たまる日本優先。 1>, 1万6975トンを発見し、水上攻撃にて魚雷を3本発射しようとしたが、合意版のミスにより、魚雷が発射できず攻撃に失敗した。3月1日夕国には、縦川丸、川崎汽船、191トン旧タンカーに対して、魚雷を3本発射するも命中せず、3月2日にも、警備艇に対して、魚雷を1本発射したが、これも命中しなかった。 3月3日には商船に対して魚雷を4本発射したが3日連続でまたもや命中しなかった。3月5日、グランパスはの地点で特設運送船旧油台2号海白丸日東機船8636トンを撃沈した。3月23日にクエゼリン干渉を3月27日にウォッチ干渉を再び偵察した。4月4日、 グランパスは48日間の行動を終えて、真珠湾に帰投した。4月28日、グランパスは2回目の紹介で、トラック諸島方面に向かった。しかし、この紹介は5月17日夜にの地点で、駆逐艦しぐれの砲撃と、爆雷攻撃を受けて、損傷を受けたり、の地点付近で発見して追跡した、陸軍戦伊古マヤママル、明治海軍。 3173トンに振り切られたり、あるいは悪天候にたたられるなどして、戦果を上げることはなかった。6月17日、グランパスは51日間の行動を終えて、フリーマントルに帰還した。7月8日、グランパスは3回目の紹介で、ルソン島及びミンドロ島方面に向かった。7月18日、グランパスはの地点で単独航行中のタンカーを発見し、 魚雷を三本発射。しばらくすると煙が立ち上るのが確認され、一本は命中したものと判断された。8月12日にも、の、ルバング島近海で目標に対して、魚雷を三本発射したが、この攻撃は成功しなかったと判断される。結局のところ、この紹介も対戦攻撃などに邪魔されて、戦果を上げることはなかった。8月30日、 グランパスは54日間の行動を終えてフリーマントルに来、艦長がジョン・アール・クレーグ少佐アナポリス1930年組に変わった。その後、グランパスはブリスベンに開港された。10月7日、グランパスは4回目の紹介でソロモン諸島方面に向かった。この紹介では、チョイスル島とベララベラ島に4名の沿岸警備隊員を上陸させる任務も与えられて、 おり、この海域にいた日本の駆逐艦に発見されることなく上陸させることができた。この頃はガダルカナル島の戦いが一つの山場を迎えつつあり、グランパスの哨戒海,海域には多数の日本海軍の艦船が航行することが考えられた。グランパスはこの海域で5つの輸送船団を発見し、その中には4隻の巡洋艦と多数の駆逐艦の姿もあった。 グランパスは何度も攻撃したものの戦果は上がらず、逆に合計で104発の爆雷を投下された。10月18日には2隻の川内型軽巡洋艦に対して雷撃を行い、この攻撃で1本が軽巡洋艦由来に命中したものの不発に終わったと伝えられた。また、10月12日と11月6日から15日にかけては駆逐艦に対して4度の攻撃を行ったが、 いずれも成功しなかった。11月23日、グランパスは58日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島した。12月14日、グランパスは5回目の紹介で、ソロモン諸島方面に向かった。しかし、グランパスの哨戒海域は、警戒が厳重であった。41回にわたり敵と接触して5度に渡り、果敢に攻撃し、3隻2万4000トンの戦火を、 報じたものの、すべて認定されなかった。1943年1月9日1406、ニューブリテン島、アトラーワン近海で先行中、ラバウルに向かって、浮上構想中のイ25を発見し、2800メートルの距離から魚雷3本を発射したが、魚雷2本は回避され、1本はイ25の右原中央部艦低下を通過していった。 1>, 1月19日、グランパスは37日間の行動を終えて、ブリスベンに帰還した。2月11日、グランパスは6回目の紹介で、グレイバックと共にソロモン諸島方面に向かった。しかし、グランパスは帰還することはなかった。グランパスとの連絡は何度も試みられたが、応答はなく、喪失が宣言された。グランパスは年月日に、 除籍された。グランパスの喪失は未だ謎のままである。第958海軍航空隊の2機の霊式、水上偵察機が2月19日15時40分に、グランパスの紹介海,海域であったの地点で、潜水艦を爆撃し、直撃弾一発を与えて、沈没を報告している。しかしながら、グレーバックは3月5日夜に、 ベララベラ島沿岸部でグランパスを死認したことを報告している。この前後に同海域ではアンバージャックも2月16日に撃沈されており、両者を取り違えた可能性もある。第958海軍航空隊はアンバージャックの撃沈にも絡んでいる。長らく言われている説としては、3月5日に日本海軍の駆逐艦ミネグモとムラサメが、 コロンバンガラ島付近で行われたビラスタンモーは、野戦の直前に攻撃を行い、翌朝濃い重油の跡が、同海域で確認され、駆逐艦の攻撃により、グランパスが撃沈されたことが予想された、というものである。グランパスの行動海域とミネグモとムラサメのそれが、たまたま一致したことによ考察であるが、ミネグモとムラサメが、間もなくビラスタンモーは野戦で喪失し、 行動の確認がほとんどできないゆえ、この角度からの、これ以上の検証は、ほぼ不可能である。わずかなヒントとしては、感染研究家の木又修雄の著作である、敵潜水艦攻撃の56ページにある、近くにいた、クレーバックは爆雷などの爆発音を聞いていない。それゆえ、浮上状態で撃沈された、野戦から生還した、村雨駆逐艦長種ヶ島用に少佐の、 ソロモン海セゴ作戦1975年には記載されていない2月24日に付近で潜水艦を目撃したという気がある。しかしながら各種記実ともグランパスの喪失原因に結びつけて断定できるほどの材料が揃っていないのも事実であり、グランパスの喪失は現時点では謎とせざるを得ない。グランパスは 第二次世界大戦の先行で3個の従軍聖賞を受賞した。第1、第4、第5回目の紹介が成功して記録された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。